ひどいものね。この戦闘により第87方面艦隊は壊滅。これで事実上ミクタム政権はオルムスの勢力下に置かれた。歴史は繰り返される。結果的に100年前と全く同じ状況になったわね。人の意識の根源に自己保存本能がある限り戦いはなくなりませんよ。己が己であると律する意識は正と不可分なもの。人が人であることを放棄したとき、その先に待つものは熱敵死に他ならん。全ては自然の摂理だと。あなたらしい考え方ね、ヘルマ。でもそれすらもグノーシスの存在によって崩されようとしている。いずれこのままでは。そのためのプロジェクトゾハルだ。戦略制圧艦メルカバすでに完成していると聞いているが。断片的に残された Y 資料によれば、あれは天の車同様、もともとは太古に存在していた何らかの装置だったの。それをディミトリが兵器として転用したのね。アルベドが Y 資料をモモの深層領域から手に入れたとき、ディミトリも何らかの手段で手に入れていたんだわ。ディミトリめ、ヨアキムの負の遺産をも利用するとはな。君も辛いところか。私よりもこのことをモモが知ったらどんな顔をするか。あの子の悲しむ顔だけは耐えられないわね。いい母親だな。ええ、努力しているもの。すまないが、ディミトリの監視役としてもうしばらく頑張っていてくれたまえ。こういった仕事はあなたのご専門じゃないかしら。昔ならいざ知らず、今はミルチア代表という肩書きがある以上、あまり表立っては動けんよ。議会内のザルバートル派への牽制だけで手一杯だ。心中お察しするわ。ではカノン。いいえ、大丈夫よ。で、例の物体の情報はつかめたの？ UMN 共鳴探査鏡の最大望遠でこの状態だ。ベクターから非公式に手に入れた情報では、レンヌヌ斜塔と呼称されているこの物体はどうやらロストエルサレムの近くの一部らしい。真偽のほどは定かではないが。あなたが言うように、これがロストエルサレムの遺物だとしても、なぜこの時期に出現したのかしら。当該中域ではグノーシスの異常発生現象も記録されている。オルムスの連中も興味を示しているようだし、何らかの関係があると思われるが、これ以上のデータを得るためには対象に直に接触するしかない。調査隊の編成はどうする？すでに空海ファウンデーションに依頼してあるわ。軍や議会内部にもオルムス関係者が多く存在するという情報もあるし、あまり公にするわけにはいかなかったから。賢明な判断だな。シオンは元気だった？ああ、特に変わった様子はない。付き合っている連中には少々問題があるがな。スキエンティアね。彼らの技術力は侮れないわよ。グノーシステロでベクターの動きにも不審な点が目立つようになってきたわ。裏を探るには全てを利用する必要があるの。たとえ法を犯している者の力でもね。あなたには引き続き UMN の調査をお願いするわ。表沙汰にできない汚い仕事で、ベクター生まれのあなたには酷な任務だと思うけど、現状他に頼れる人はいないの。現在の俺はミルチア政府の管理下に置かれ、ヘルマー代表からあなたに協力するよう命令を受けている。気にする必要はない。助かるわ。
も軍もオルムスへの対応で手一杯の状況だ。ミズラヒ委員からの依頼では無下に扱うわけにもいかんからな。何、ここのところ暇してたしな。気分転換にちょうどいいさ。な。ですわ。非公式ですが、オルムスの艦隊も例のポイントに向かっているとの情報もあります。オルムスが必要としている何かがそこにあるのか。それとも我々にとっては未知のものであっても彼らにとっては基地のものかもしれん。どっちにしろ直接接触すれば何かわかるだろう。だよな。まったくお前は気楽でいいな。少しはこちらの身にもなってもらいたいもんだがな。まあその方がチビ様らしいですけどな。ことは高度に政治的な問題をはらんでいる。できれば俺も同行したいんだが、しばらくはフィフスエルサレムを離れるわけにはいかない。二人とも留守をよろしく頼む。あれが追い倒したら遠慮なく叱ってやってくれ。はいな。心得ております。どっちが気楽だよ。面倒なこと全部こっちに押し付けやがって。仕事が終わった後の始末書は全部あいつに回してやる。チビ様、ほんまはエルザだけで大丈夫なんか。うちらも行った方がええんとちゃうか。戦闘が目的じゃない。単なる調査ならエルザの方が小回りが効くからな。デュランダルは後方でのバックアップで十分だ。なーに、こっちには ES があるんだ。何の心配もいらねえよ。チビ様、無茶もいいですが、当該宙域周辺には大規模なグノーシス現象も確認されています。十分ご注意を。わかってる。そろそろポイントに着く頃だな。また連絡を入れる。マーグリス、レンニュル諸島に進行中の連邦艦隊への対応はリヒャルトとヘルマンにやらせているわ。アニマの器との相性は良さそうだな。ええ、 ES が相手ではろくな抵抗もできないでしょう。これで連邦もしばらくはおとなしくなるわ。どうしたの、らしくないわね。故郷に戻って感傷的にでもなったのかしら。ペレグリ、お前の目には何が映っている。この見渡す限りの四郎の都ミクタム、これが我らオルムス発祥の地の姿か。18年前、連邦の俗物どもが愚かにもゾハルを暴走させ、その結果死滅してしまった惑星。そうだ、連邦の愚行が招いた不始末を覆い隠すため、記録上からも破棄抹消されてしまった我らが故郷だ。でもなぜ今になってこの首都グノーシスに支配された惑星に何があるというの。我らの目的はロストエルサレムへの帰還ではなかったの。全てはハインライン教のご意志、我らの知るべきことではない。あのお方がこの星が再び蘇るとおっしゃったのだ。ならばそれは確固たる事象。現にレンネル・シャトーは帰還を果たしたのだからな。聖地レンネル・シャトー、かつてロストエルサレムに存在していた我らのゆりかごたる
聖女の眠る地。墓所の出現によって我らの故郷が蘇るのであれば、我らは命を落としてかの聖地を守らねばならん。報告いたします。空海ファウンデーション所属の船舶が当該地域に向かったとの情報が入りました。ローエングリン級火客船と思われます。ふん、ヘルマーの子がいどもか。奴に会えるかもしれんな。プローディギウムの出撃準備、これよりレンヌル諸島へと向かう。ガンコンというより小惑星だね。差し渡し約 70km、 質量は周辺重力場の異常により検出不可能っす。にしたってこの数値は少々異常だな。あれ単体で起こせるような重力歪みとは思えねえぞ。物体を中心としておよそ 1G、 確かに異常ですね。いや、これは驚いたな。確かにこれはどこかの陸地だぜ。どこかの星が崩壊した際の残骸か。それにしては底面の形態に規則性がありますね。崩壊というよりは切り取られたような、そんな感じです。所属不明機複数接近してきます。トニー、くそー、オルムさん連中か。お出迎えとはご丁寧なこったな。船長、このままあの島に接近してデータを取れ。雑魚の相手は俺たちで十分だ。チビ旦那、ちょっと待ってくださいよ。俺たちだけであそこに行けって言うんすか。冗談じゃねえぞ。危険手当はもらってないんだぜ。援護してやるって言ってんだろ。さっさと補修分の仕事してこい。無事です。座標 KZ255Y724 でデータ収集中のようです。
オーケー、桃とジンはエルザの護衛に向かってくれ。はいです。了解した。ジュニア、敵の援軍だ。しつこい奴らだな。今度は何機だよ。たった一機。狙いはエルザだ。邪魔だ。何？後ろ。ほう。だが技は未熟。新型か。もう下がれ。悪いが叩き落としてやるぜ。何？やはり大佐でしたか。あなたが姿を見せるということは、この場所にはそれなりの意味があるようですね。だからどうした。貴様らには過ぎた事象だ。ゲスことなど所詮かなわぬわ。過ぎた力のイエスもろとも御所への手向けとしてくれ。大佐、オルムスがこれほどこだわる理由、この地に一体何があるというのです。貴様に語る言葉などない。斧が鞭を鉢、このまま塵となれ。これは何だと。モモ、何が起きている。時空転移です。浮遊大陸周辺の空間に異常発生。虚数値増大、中域の磁障面が逆位相に反転していきます。ジンさん、
早くそこから脱出してください。逃がすわけにはいかんな、うずき。邪魔をするな。船長、早く脱出しろ。聖地に奴らが、行かせはせんぞ。しておけ、マーグリス。ゲーカ、何故そのような。彼の地には聖女が眠っているのではないのですか。聖女はすでに我が手の内にある。奴らがあの場所へたどり着いた。何を見つけることもできる。なんと、すでに手を打たれていたと。そうだ、貴様には新たな使命がある。急ぎ帰還せ。わかるな。御意。野郎、待ちやがれ。うずき、残念だが貴様との決着いずれつけることにする。それまでの間、せいぜい仲間とやらの救出に専念していろ。もっとも、救い出す方法があればの話だがな。撃墜なわけあるかいな。爆発は感知しておらへんし。いずれにせよ、この位置からではこれ以上の探査は無理ね。私たちもチビ様のもとへ急ぎましょう。やな。そういうわけや、チビ様。今少し待っとって。ああ、わかった。急いでくれ。ジン、そっちはどうだ。やはりダメですね。ルーベンのセンサーではこれ以上は。